前田浩二です。ライカ CL です。ライカ CL、ウェッツラーですね。ドイツ製。ケース、これ純正ではないです。読めますかね。平野さんで作ってるオリジナルのケース。結構買いますとね、高い。立派なケースがついてます。あとストラップも多分オリジナルというか、そこの同じケース屋さんのものだと思います。非常によくできてますね。でそのままお付けします。基本的にはフードがある。フード。これ純正です。フード。見えますかね。ウェッツラーとか書いてあります。フードとシリーズフィルターですね。これは多分社外品だと思います。無名ですね。保護フィルターとフード。これゴム。純正のゴムフードが破れがないっていうのも、まあ珍しいといえば珍しいですね。ちゃんとしてます。これがついてまして、ただキャップとかはないですね。レンズがズミクロン40の F2 がついてます。非常にいいレンズですね。あとコンパクト、パンケーキと言ってもいいようなレンズですので、今アダプターで使う方にはね、非常にちっちゃいので人気あります。まあ、特に問題ないですね。まずレンズから。 M マウントの 40mmF2 ズミクロンですね。この時代のはこう絞りが微妙に残って見えるのもありますが、まあ問題ないと思います。まあ、このように見てる限り別に、まあ、外観もまずまず綺麗ですし、傷などもなく、コーティングも綺麗、剥がした跡もなく、こうやって見てる限りは、まあ、綺麗です。埃があるかなぐらいですが、多分ペンライトで見ますと、これ見えますかね、細かなすれみたいのがあります。ただペンライトで見てこのぐらい抜けてれば全く問題はないと思います。細かなプツプツみたいな、まあ、多分カビ跡みたいなのだと思いますが、そういうのも見えます。普通ペンライトなんかでね、見たりはこういう紹介の時はしないんですが、まあ正直にというか、ちゃんと見した方がわかると思いますのでね、いつもご覧になってもらってます。試し撮りしました、試写しましたが全く影響はなく非常によく映ります。本当にちっちゃいですね。コンパクトなレンズです。こちらは一応ドイツ製ジャーマンになります。ボディは CL。これもライカ。ライツではないです。ライツミノルタではないです。ライカ CL。まあ、ほぼ同じなんですけど、やっぱりライカの方が全然高いですね。高価になります。こちら、ボディ、綺麗です。このように綺麗な状態ですが、どこでしたっけ。なんか微妙に、ここかな、微妙に押されてるような感じがしないでもないような箇所があります。ほとんど気にならないと思います。まあほとんど問題ないと思います。綺麗な状態ですが、多分マニアな方はわかると思います。多分この針側ですね、革は張り替えてあると思われます。なんとなくですが違いますね。中も綺麗です。フィルムは実際ここを通してこう押さえる形になりますね。よくここが割れたり折れたりしているのがあります。プラなのでね、経年で
どうしても弱いところみたいです。まずバルブ、非常に操作しやすい M5 と同じでね、ここで簡単に露出系なんかに合わせるときも非常に楽です。このように低速から高速まできちんと開いてます。縦走りですので布膜でもまずまず精度は出てると思われます。開いてますね。どうしても横走りですと長いのでね、なかなか大変ですが、縦走りだと短いので線でもまあ大体大丈夫だと思います。でこのここで露出を測ります。電池はここですね。なんかアダプター、これ買うと高いアダプターです。3000ぐらい低下すると思いますが、このアダプターが付いてましたのでそのままお付けします。この見えますかね、この左側の針が触れてるのが分かると思います。でシャッタースピードを変えるっても動きます。距離計なども非常にこうですね、真ん中の白っぽいのが距離計なんですけども、このように非常に綺麗です。全く問題ないと思います。この横のこの白いのが太くなったり細くなったりで、だいたい距離も慣れてくると分かりますね。露出計もこのようにビンビンに動いています。間も綺麗ですね。ボディ、まずまずいいと思いますが、革がなんとなく変わっているのと、ここ微妙に押されているような感じがするぐらいです。今レンズの方が高い効果ですが、ちょっとこれホコリっぽい感じがしますので、セットでお休めになります。十分実用にはいけると思います。